予想 TV の、をご覧の皆さん、小倉にサイステークスの、状況診断をしたいと思います。大阪のサンケイスポーツ正木茂です。まずね、2歳花の、重症なんで、ちょっとね、状態面がね、その長距離輸送も控えてるんで、今週はね、そのね、目立った動きとか時計とかいう馬はね、いなかったんですよね、あまりね。まあ、小倉に滞在しているレオパルディナという馬がね、新馬とフェニックス賞を勝ってるんですが、一応これがね、人気の中心になりそうなんで、そちらの方はね、小倉に滞在して状況を見ている植木社から連絡をいただきまして、まあ、植木社によると、もう最後一ハロン11秒1馬なりで、合わせるまで、すごくいい感じでしたよということなんでね、一応実績と調教面を考えるとね、このレオパルディナが中心になって、いいレースだと思います。まあ、ただしね、これ逆転候補はね、結構いてますので、しかもやっぱり今回新馬とそれから未勝利勝ちによるその抽選っていうのがありますから、それによってだいぶ変わってくると思うんですけれども、確実に出れそうな馬でいきましたら、まずはね、ノーブルルージュですね。こちらはね、今日班の一等のね、DP コースで、まあ、合わせ馬をやったんですけれども、まあ、余力残しで、ラスト1ハロン11秒9、まあ、時計の出るコースなんですけれども、まあ、すごくね、状態面は良さそうですね。まあ、実際この馬がね、フェニックス賞の一番人気だったわけで、まあ、それで4着に負けてるんですけれども、うん、状態はいいですし、この馬やっぱり宮本調教師もかなり能力を買ってる馬ですから、うん、変わり身は大きいなと思いますね。それからあとはね、まあ未勝利勝ちなんで、ちょっとね、出れるかどうか微妙なんですけれども、禅のイザナギ、こちらはね、やっぱり前走のね、時計勝ちっぷりがやっぱりすごく良かったですね。実際に今日の稽古も半路で53秒3、12秒8、本当にね、状態が良さそうなんで、ちょっとね、注意はしておいた方がいい、出れれば注意をしておいた方がいいなという感じです。それから一発が最も怖いのは、スノーエンジェル。この馬はね、今日ね、4ハロン、60秒8の13、60秒5の13秒3ですか、これを馬なりで、すごく遅い時計なんですけど、これは浅見急車流でして、レース投手はこんな追い切りをするんですよね。それで先週日曜日、8月31日ですね、この馬は、4ハロン50秒8、12秒1というね、破格の、まあ、2歳馬としてはね、動き、時計を出してるんですよね。そういった意味ではね、この馬、新馬の勝ちっぷりもすごく良かったですし、まあ、最も一発の可能性を秘めてる馬は、この馬だと思いますね。ちょっとね、今週の追い切り時計には騙されないようにしてほしいと思います。まあ、すごくね、松山騎手、今日攻め馬には乗ってないんですけれども、本当にね、センスのいい馬で、うん、追ってから その反応が抜群な馬だというふうに、まあ、今日おっしゃってたんで、そういった意味ではもしまとめて面倒を見るなら、まあ、僕自身もこのタイプだと思うんで、ちょっと注目しておいてください。以上です。